度も言うけど、本当にこんなに来てもらって嬉しいです。感謝してる。俺たちは今年今夜を最後にして、来年からまた普通のホールに戻って、そしてまた旅を始めようと思う。いろんなことを書いたり戦えたり、またきっとあるかもしれないけど、不器用だな。だけど俺たちが一生やっていこうと思うのは、そしていろんなところでやっても最後に戻ってこようと思うのは、このステージっていう場所でありたいと思ってる。よく覚えたな。今夜の最後の曲になりました。レイディー、溢れそうな愛を突然手に入れた時、僕はただ悲しみに悲しみに暮れるだけさ。もう歩き疲れてはいたさ。だからお前の一筋の明かりにさえ気づきはしなかった。人はいつも僕に笑って、しまうにはあらいで、僕の手のひらはとても小さすぎるけど。